本当にイエスいるなら助けてって思ったのは、本当2年前にそのおばあちゃんが癌になった時に初めて頼った神様。おばあちゃんはその癌だったんだけど、ただの癌じゃなくてすごく転移した後で、で実は、もうこれぐらいにはおばあちゃんは死んじゃうよっていうのも言われてて、結構シリアスな、ものだった。で大事な人が、ね、死んじゃいそうになるって経験したことがあまりなかったから、本当に夜泣いたり、そうだね、そういうことがたくさんあった。ただ誰にも頼ることもなく、どうしたらいいんだろうってちょっと思ってた。自分自身が友達に会ってる時キャラを作ってたから、こう俺は明るくないといけないと思ってて相談できずにいて、ただ一人相談できたのが教会の友達だった。その友達に祈ってみたらって、聖書ちゃんと読んでみたらって、で神様いるなら癒してほしいって、そっから聖書を読み始めた。しっかり毎日、最初は正直疑ってた、癒されるかどうかっていうよりも、なんかみんながいいって言ってるから読んでみようって、そんな感じだったけど、読んだ瞬間にそのイメージが全部変わって、イエス・キリストは聖書の中でこう病人を癒してってる、それからもう目が離せなくなって、今度自分で祈るようになって、おばあちゃんを治して、とにかくその祈りを毎晩続けた。最初は恥ずかしくて直接は祈ったことがなかったんだけど、そのジャーナルを通してだったり、もう毎日の祈りでそれが溢れ出てくるようになって、おばあちゃんに祈りたいってある日強く思った日があって、で実は俺は家族には教会行ってるって言えなかったけど、おばあちゃんにだけ俺今教会行ってて、で今すごく祈りたいから祈っていいって言って手を置いて祈った日があって、いやおばあちゃんはその時すごい嬉しがってて、なんかよくわかんないけどありがとうって、すごいありがとうって言われて、で俺もそれでなんか引き上がって、あ祈りってこんな簡単ですぐ祈れるんだって思って、それからおばあちゃんのためにすごい祈るようになって、その結果おばあちゃんがこうのおばあちゃんのがんが瞬間で亡くなったわけじゃなくて、その3ヶ月4ヶ月を通して徐々にがんが良くなってって、で今病院行って測ったらがんの数値が正常で、がんはなくなったって言われて、もうああ神様すごい、もうただそれだけ。今おばあちゃんはね、もう毎日普通に働いてる最高。自分がおばあちゃんに祈ったりしてる中で、もう神様いるかいないかすごく分かんない状態だったのがすごく確信に変わって、もう目の前で奇跡見たから、あ、いるんじゃんって、それで賛美し始めて、ありがとうって、おばあちゃん治してくれてありがとう。で同じように聖書で別の場所で語られ始めて、人を愛せとか、で自分の性格とかも大きく変わってって、で本当に神様と関係を持った瞬間に、俺の人生、俺の周りだけじゃなくて自分の性格だったり悪い部分がどんどんなくなってって、いや本当に神様と歩む人生は半端ない。そのおばあちゃんが癒されたっていうだけで終わんなくて、おばあちゃんにちょっと勇気を持って、あ、誘いたいと思った日があって、それがイースターの時で、イースターの時におばあちゃん教会来てみないって言ってみたら、行ってみたいって言ってくれて、俺はその時最初反対されると思ってたからすごい恐れてたけど、行ってみたいって言われて、え、来てくれんの。それでおばあちゃんが教会にイースターの時初めて来てくれて、すごい嬉しくて、でイースター見てるおばあちゃんがすごい楽しそうで、その時に終わった後神様を受け入れる決断をして、すごい面白かったのは、このお昼におばあちゃんが帰っちゃったんだけど、家帰った後にメールが来てて、そのメールに書いてあったのが、私は一人で帰ってません、神様と一緒に帰りましたよって言ってくれて、
もうその瞬間もう嬉しいとかじゃなくてもう舞い上がるっていうか、あ最高だって、人生すごい自分が想像してるよりもあって半端ないな、ただそれだけだった。奇跡を見る前の俺は神様なんて見えないし聞こえないし感じれないと思ってたけど、それは自分がオープンになってなかっただけで、神様いることに全然知らな気づかなかった。でも今はそれを見て感じて聞いて神様がいるんだよってのを毎日感じることができてるから、そこが大きく違くて、毎日聖書を開けばその日の言葉が用意されてて、それの通り生きると本当に人生が楽しくて、その一日がで、それが1週間続いて1ヶ月続いて、本当神様との関係は今はすごい強い、絶対に離せないものになってる。自分が努力してもどうしようもない状況で神様が癒してくれて、それを超えたから自分にどんな困難が降りかかっても、もう祈りと信仰でもう超えることできるし、どんなチャレンジでも自分は成長できるって信じてるから、今チャレンジを通ってる人のために祈ったり、そういう与える側の立場の人になりたいと思う。